that's my girl. Take a look at her, she belongs to me. Yes, that's my girl. Hands off, don't touch.皆さんこんにちは、大海道ラジオの時間がやってまいりました。 SDG の悟空です。はい、ジャイアント君かっこデカ村でございます。アシスタントのルンルンです。はい、大海道ラジオ第35回ということでございますが、前回はですね、大変こう落ち着いた雰囲気のですね、大海道ラジオだったんですが、今回はですねまた、ちょっとガチャガチャとする、いなかったでしょ。あ、いなかったか俺。これ失礼いたしました、本当に。まあ、でも、まあ、失礼だったかどうかね、いつもちょっとうるさくてね、見てられないって言ってた人もね、いたかもしれませんけどもね、前回とっても見やすかったっていうご意見がね、あったりなかったりしてたんですけども。あ、まあまあいいよいいよ、まあまあ今回楽しくやりましょうよ、また。まあね、仲間入れてよ。まあ、ジャイアント君がいなくてね、寂しかったっていう、ね。そうですよ、もう聞こえます、聞こえます、そういう声が、はい、いっぱい聞こえてきます。帰って参りましたよ。はい、ということでね、前々回ぐらいから、このね松山の玄関口ということでね、松山駅、まだ続いてたんです。松山駅前からね、そして、松山観光港、そして前回が松山空港ということで、ね、空港行っちゃったんだ。はい、そして今回も今回もというかね、松山市の玄関口、やっぱり大事だよこれ。はい、はい、こちらです。ドン、どこへ、どこ、松山市役所玄関前。はい、わかりやすい。そりゃ玄関だわ、松山市の玄関ですね。はい、なんだよそれ。まあね、やっぱりそういうテイストもないとね、そうね、大海道ラジオじゃないからね、やっぱこういうのも織り交ぜながらやっていきますよ。はい、はい、ということで、はい、今回もどうぞお楽しみに。はい、それはいかにやろうのコーナー。いかにやろう、いやいやいやじゃない、はい、今回のそれはいかにやろうネタ、久しぶりだからさ、ね、なんか、来てるんでしょうか。今日ね、来てないんです。来てないんです。何、来てないのか。やっぱり僕がいなかったからだな。いや、いなかった時は来てたのよ。ああそう、そう、ああ、僕帰ってきてから、うん、あら、そう、あ、それは逆にあれか、うん、僕のいかんやろを聞きたいからか、みんなが、うん、あ、そうかな、そんなことか。そうなんですか。まあしょうがないから、なんかないの。僕が語らなきゃいかんやろうのコーナーは始まらんでしょう。はい、始まりません。そりゃそうです、はい、お願いします。ちょっとだけよ、うん、言わせてよ、ちょっとだけ、はい、最近ですな、最近というかこの前、うん、私関東地方の方まで、うん、車で栃木県の方まで、ね、栃木県まで行ってきたわけですよ、はい、ずっと車でですな、はい、船に乗って、じゃあだから 車で走って、違う、それまあ確かに車だけど、違う、うん、ちゃんと走ってたよ、走って、車でずっと走って行ったわけだよ、はいはい、まあ遠いね、栃木っていうのはね、博多大体1000キロぐらいあるのよね、うん、片道で、まあずっと行くすがらさ、うん、やっぱり栃木って東京のね、まだ向こうだから、うん、東京を通るわけだよ、うん、当然な、うん、で僕神奈川の方に1年だけいたことがあったんで、うん、その時に東京ってちょろっと走ったことはあったんだけども、うん、まあ今回久しぶりにその東京の道を走りまして、うん、で首都高というね、首都高、はい、首都高という道がありますな、うん、こっちの高速道路と比べて幅が非常に狭く、うん、狭いね、しかも曲がりくねってて、曲がりくねって、しかもアップダウンが多い、アップダウンが、トンネルも多い、トンネルも多い、もうこれ走りぬくいのよね。でまあ僕らはほんと田舎もんだからさ、こっちのいわゆる広々したこうまっすぐのこう高速道路しか走ってないもんだから、うん、その首都高に入った途端、うん、車の台数も多いじゃんと、うん、多いよね、もういっぱい走ってる、うん、で僕の乗っていった車は、うん、ホンダビートっていう軽自動車、うんね、まあ、ミニカーみたいな、まあ、チョロキューみたいな、チョロキュー、その表現がやったら行くよね。
ずっとこうやって引っ張ってやってたんだよね。つかないわそんなことする。何回ぐらいやったら東京に。そうそうカリンカリンとか。そつかないわそんなもん。そんなちっちゃくないけども、うん、まあそれぐらい例えられるぐらい、まあ、ちっちゃい車ですよ、うんはい、今の軽自動車より二回りぐらいその当時、うん、22年前の車だから、うん、あのその規格の軽自動車の大きさなんで、うんうん、もうボロボロでしょなボロボロだったら東京まで行けないでしょうが走っては、うん、高速でずっと行けたんですけども、うん、元気バリバリの車ですよ、はいはい、元気バリバリちっちゃいでしかもスポーツカーなので、うん、背がちょっと低いよね。だいたい1メーターちょっとぐらいしか車高がないのよ、うん、なのでどうしても見えにくいけど僕の車は黄色なので、うん、一応目立つのよね、うん、ちっちゃいけど目立つの、うん、だからまあそういう首都高でも入って走ってる、うん、まあいっぱい車がある中で、うん、こう紛れはしないと思ってたの、うん、けども、うん、ああいうところに入りますとですねあの大型トラックもやっぱり多いじゃないの、うんね、でねあの、まあ、首都高ずっと走っててあのカーブとかこうある、うん、多いから、うん、でそのビートはスポーツカーだから、うん、カーブはそこそこ、こういいスピードで入れるわけよ、うん、スーッと行けるから、うんうん、で行ってるとね大型トラックが、うん、ね、そのうそうそうそう僕はね一応曲がりくねってるそのコーナーの外側、うん、内側だったらきついから外側の方がスピード上げていけるじゃない逆に、うん、だから外側の車線をグワッと行ってた、ねうん、そしたらね隣の車線要するに左側の車線、うん、後ろから大型のあの20トンぐらいあるやつ、うん、怖いどうそれがよぐわーって僕もうそこそこのスピードでそのコーナー突っ込んでんのよ、うん、そこの内側を、うん、おその僕のそこそこのスピードを上回るスピードでぐわーって来るのよ、うん、そしたら僕の車さっき言ったように低いからタイヤがもう横で見ると、うん、もう目の高さぐらいあるわけよタイヤ、うん、それがもう迫る勢いで、うん、お前本当に俺のこと見えてるちゃんと見えてる大丈夫みたいなもうギリギリぐらいに、うん、そういう走り方を何回もされて、うんそのはまあそれはね僕がもう田舎のネズミだからさそういうとこに慣れてないのもいけないのかもしれないけどもそのトラックの運転の荒さというか、うん、激しさね、うん、これはちょっといかんやろうをね僕は連発するお前その走り方はいかんやろうっていう走り方の連中ばっかりいましてね、うん、俺にちょっと僕頭いきました、うんうん、それがまず一ついかんやろう、ね、あそうです、うん、ちょっと軽いいかんやろうね、ごめん、うん、で2つ目、うん、まだ車ネタ続いてごめんね、うんはいはい、僕が前やってた、うん、仕事が、うん、訪問ドッグシャンプーっていうね、うんワンちゃんを各家庭の家までお伺いして洗いに行くっていう商売、うん、で今は僕それやってないからそれを違う人にお任せしてやってもらってるね、うん、でその車を、僕がやってるカフェの駐車場に置いてるわけなんですけども、うん、もちろんうちに来てからそっから出発するのよねそのシャンプーやってる子はね、うん、ある日バッテリーが上がったと、うんうん、うんともすんとも言わないんですよ手賀村さんって言われて、うん、ほらもうしょうがないわで、うん、僕 JAF 入ってるから、うん、JAF 呼びはタダでやってくれるから一応、うん、もうバッテリー上がり僕も実は何回もその車でやったことあったからああもう慣れてるからもう JAF 呼ぶわって、うん、シャープ8139っておっしゃるもう JAF につながるから、うん、でそれ呼んでで30分ぐらいしてから来たかな、うん、で来てでまあバッテリー上がりだからさ、うん、別にバッテリーつないで、うん、もうすぐかかりましたよ、うん、あかかったかかったよかった、うん、でこれはもうお前あれだぞそのシャンプーやってる子にね、うん、お前エンジンはしばらくお前止めちゃダメだぞと、うん、しばらく走ったらすぐまあ車だから充電できるからね、うん、言ってあ分かりましたけどマニュアル車なのよね、うん、僕のそのシャンプーか、うん、あーけどこんな時に限って演出するんですよね、うん、なんて笑い話しながら言っててお前演出すんなよとか言ってであとりあえず行ってきますってお客さんのとこまで、次のお客さんのとこ行くのが、30分ぐらいかかるとこだったんで、うん、あまあそこまで走りゃね、うん、30分も走りゃもう充電できるから大丈夫だよって、うん、で見送って、うん、したら10分もしないうちに電話かかってきて、うん、手賀村さん、うん、エンジンがかからないと、うん、エンジン止まっちゃったって、うん、どうしてお前
演出でもしたんか。いやいや違うんですよ、行く途中で燃料がもうなかったんで、うんね、あ燃料ないわって思ってスタンドに寄って止まったらかかりません、うん、あっただろ。そのスタンドがもう走って5分も経たないところにあるスタンドでね、そこまで行って別にエンジンかけたまま入れようと思ったら入れれるじゃん、うん、そういう時は、ね、なのにエンジン止めちゃって、うん、ガソリンスタンドでしょ。そうですよ、スタンドだったらそうそうそうあると思うじゃん、うん、でそれはセルフのとこだったよ。セルフのとこだって、でセルフでも誰か人がいるだろうって言うね、だからそれ人呼べよと言って、うん、で分かりましたっていっぺん切って、うん、で見てもらったんだけど、うん、全然言うのはね、そのシャンプーカーが12ボルトっていうのが普通車だけど、うん、トラックだから24ボルトなんだ、うん、倍いるのよ、うんうん、だからそれがないと、うん、ああそうかもそれしょうがねえわって、けど JAF 結局 JAF、うん、もう JAF 呼ばないかんぞということになってさ、うん、でまたですか、シャープハイサンキューけどその彼がカードを持ってるわけじゃないので、うんうん、僕がカードを持ってるので、うん、カードを持ってないとそのバッテリー上がりってちなみに無料でね、うんうん、できるけど、うんうん、できないの、うん、結局僕、うん、自分の店閉めてさ、うん、そこまで走っていって、うん、で電話してで、まあ、カード渡して、うんうん、で行ったんだけどさ、うん、でそしたらさバッテリー液っていうのがあってさ、うん、そのバッテリー液がもう全然減っちゃってんのよ、うんうんうん、減っちゃってるからこれを入れないと、うん、まあいくら長い間走って充電したところでその充電する力がないからということで、でそれもそれもダメだしそ, うそうそうそう、だからそれもスタンドで入れてもらったらスタンドでは高いから、ね、で結局ね、それもJAF か、JAF さんに、JAF さんが、あ、うちありますからって言うんでね、うん、で、JAF さんが持ってきたらね、それの方が余計に高かった。うん、だよね。結局何してるか分からんかったけど、で、まあ結局そのいかんやろっていうのは、その途中で、止まるなよと言ったのにもかかわらず、そこで止めたっていうのがいかんやろだったっていうお話。うん、いかんやろまあこんなところで勘弁してくださいよ、十分長く喋りましたね大した話でもないのに、いやいや今日は数が少ないからね、これぐらい喋っとかないと多分間が持たないなと思って頑張って喋ってます皆さんからのね、それは行きたきかんやろネタ、本当にお待ちしております些細なことでこんなつまらないねネタでも構いませんので、はい、あなたのいかんやろネタをそうですよ、もう人のいかんやろネタが一番面白いからね、自分のいかんやろネタってのはねどうもダメだな、はい、ということで、はい、今回のそれはいかんやろでした。愛媛魅力発見のコーナー、見つけたぞー。はい、ということでね、うん、今回も愛媛大学法文学部総合政策学科の、うん、お二人にね来て、米田ゼミの方から来ていただきました、はい、ではまず最初にちょっと自己紹介からお願いできますか、はいはい、法文学部総合政策学科観光まちづくりコース米田ゼミ4回生の坂井梨沙です。同じく米田ゼミ3回生の藤岡真奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、かわいいね。かわいいね、もう食べちゃいたい食べれるの？食べれないんだな、食べれないわ。あー、なるほど、まあね、かわいいお二人が、お二人ね、今日はどんなお話をね聞かせていただけるんでしょうか、はい、今日は水浜について紹介したいと思います。水浜、はい、うん、まあ、最近盛り上がってる、ね、そうですね、いろんなイベントとかもやってるよね、はい、いろいろフィールドワークで調査に行くことがあって、うん、いい街やなと思って、うん、この前2人で一緒に街歩きをしてきたので、うん、それについて報告したいと思います、はい、教えて教えて、はい、まずは、うん、こう雑貨屋さん、うん、雑貨屋さんが、はい、N'sキッチンという雑貨屋さんがあったんですよ。 N'sキッチン、はい、
なんか11時ぐらいに行ったんですけど、うん、もうこんな感じで外観はこんな感じなんですけど、はい、いろんな雑貨が販売されてて、こう朝いいもうパンを買う人で行列ができて、雑貨屋だけどパンも売ってる、はい、パンも売ってるんですよ。元はパン屋さんだったらしい、うん、あ、元はパン屋さん、そっちが先なんだ、はい、で後で雑貨が、雑貨屋さんが、うん、こんなにももう主婦の方々が朝から並んでらして、パンを求めて いっぱいでした、並んで買うほどなんだ、はい、行列ができる。他にもこんなに、あ、結構ね、マスキングテープとかが売ってて、マスキングテープ女の子好きだよね、はい、若い方から主婦の方々までこう、うん、いっぱい幅広い層の方々が見ました。楽しそう、はい、本当だね、ホテルだけでも行ったことない、楽しそうじゃん、うん、でその後に街歩いてて、うん、ちょっとお腹が空いたなとなったので お好み焼きを日の出です。あ、お好み焼き有名なの、そうそうそう、よく食べますよね、あら、そう、お好み焼き、うん、甘いね、そう、創業40周年ということで、うん、こうご夫婦の方が経営してらして、うん、効率よくこう一気に焼いてました、うん、あら、本当ボリューミーで1枚で十分です。本当、はい、三つ浜焼きっていうのはなんかお好み焼きとちょっと違うところあるの？お好み焼きでしょ。あれ、三つ浜で焼いてるくらいだな、単に三つ浜焼きって言ってるだけ、ね、広島焼きを、はい、お蕎麦が入ってパンと半分に畳んだみたいな、そうそうそう、あ、そうか、三つ浜焼きって呼ばれ出して、うん、あんまり立ってない、そうだよね、あ、昔はね、三つ浜焼きって言ってなかったもん、あ、昔はそのお好み焼きとして普通に三つ浜で売ってたんだ、うん、昔はね、あの、うん、蕎麦の大好きとかね、うどんの大好きって言い方でしたね、そうなんだ、そうそうそう、初めて聞いた、だからね、僕はね、松山が発祥でね、その後広島が取ったんじゃないのかな、あ、そのなんかそっちのどっちかっていう、どっちかっていう説があるの、逆輸入じゃないかな、うん、そういうこと、いや、わかんないよ、それどっちなんでしょう、美味しいです、はい、お父さんがこういう風に焼いてらっしゃって、うん、一気にこう、バッと焼いて、はい、美味しかったです、大好きです、でその後にこうお腹いっぱいになったんですけども、もういっぱいになったからもうどっかで寝ちゃおうと、カフェに入ります。あ、カフェね、やっぱカフェね、はい、いいね、田中戸さんっていうカフェなんですけど、田中戸さんで、はい、やっぱりかき氷でしょ、かき氷よく知ってるね、ほんと紹介してくれた、食べたい食べたい、こっちなんだからかき氷好きだからね、これです、うわ、食べたい、たまらんね、これしかも超山盛り、ほんとだよ、これもう2種類のいちごのソースを使ってるみたいで、おいくらですか、ほんと、おいくら、500円でしたね、500円、いいね、練乳付きで500円、練乳付きで500円、50円ね、500円、はい、子供がこういう風に食べてましたね、うん、おー、いいね、これに惹かれて私たちも注文ついつい、この子、ここの家の桜だね、これ誘われたら食べたい、すごくかき氷の魅力をめっちゃ知ってくれて、やっぱり仕込まれてるんだよ、こんな人生感魅力しとかしてこれが世界一だよって言ってやっぱりほら、怪しいね、相当家で練習してるはずだからね、それなんか各国を回ってきた感じがするよね、このマスターもいい感じでこう静かな開放的な服の中でいただきました。地域の近所の方々も来ているみたいで、そういう憩いの場でした。マスター割と地元でこう愛されてるような感じだね、すごいね、なんかこうおしゃれな感じのとこも増えてきたね、そうね、すごいこう いい街ですね、あ、そうなんだ、こう街歩きした後にちょっとヒアリングを行いまして、うんうん、ヒアリング、うん、これが三つ浜るっていう三つ浜る所なんですけど、うんうん、江戸時代からある建物で150年前に建てられた、うん、そんな古い建物なんだ、これ綺麗残ってる、三つに浜る雰囲気作りや浜れる環境作りをしていくプロジェクトを行っている、うん、三つ浜るなんだ、はい、でここでなんかヒアリングさせていただいたんですけど、うんうんうん、ここの事務所の方がなんか、うん、たくさんあのイベントとかを1年を通して行ってるんですけど、私たちが注目したのが、うん、今年の9月にバルイベントというのを、バルイベントなんだ、バル、バルとはなんだ、バルとは飲み歩きみたいな感じですかね、屋台飲み屋のことをバルっていうのか、今頃は飲み歩きだよ、飲み歩きイベントってこと、テントとかで屋台を作るんじゃなくって、うん、そのなんか木材とかいらない木材とかを、あ、廃材とかってこと、はい、で、うん、自らその出店される方とかが建てて、うん、
もうなんかあんまりお金を使わず、でも雰囲気を出していこうっていう。あ、なるほどね。もうそれぞれ店自体が手作りな感じになってるってことだ。全部すべてが。でその出店者の方とか募集しているらしくって、うん、あ、本当。で私たちもちょっと出させていただく。え、そうなの？え、お二人で？行っちゃう、もう行っちゃうわ。だってまだ何やるかも聞いてない。まだ決まってない。あ、まだ決まってない。だけど行っちゃう、何やっても行っちゃうよ、もう行っちゃうわ。なんか、うん、その三津浜の方々が出店者を募集してるらしいので、はい、興味ある方、これどの辺でそのやろうっていうことなんですか？三津の商店街、はい、商店街をメインに、はい、とそうです。え、なん三津駅降りてまっすぐこうずっとまっすぐ、そうです、ね、はい、あの通り沿いでやる、あの通り沿いで、はい、何店舗ぐらい、そこにいわゆる木材廃材を使ったものを、そうですね、その通路に作っちゃうです。通路もありますし、ま、公園もあるみたいな、公園で、ね、うん、キッズスペースとかも作って、はい、子供は遊べて、はい、大人はお酒を飲むみたいな形で、はい、なるほど、ちゃんと海外にいるような空間、まあ、そんな感じにしたいらしい。あ、すごい大プロジェクトだねこれ。出店はバルーの出店、食べ物屋さんとか飲み屋さん、何店限定とかあるの？何店舗まで？それはまだないんですけど、うん、今回が初なんで、うん、まずやってみようっていうことで、うん、今回成功したら、うん、どんどん毎年定期開催してみたいな。なんか食べ物屋さん考えないといけないんですよ。出店するのにそのお金がかかったりとかするんですか？まあ、しない、しない、はい、あ、そうなん、全部自分たちの利益になるみたいな。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。やっちゃうわな俺も。横でやっちゃう。横でやっちゃう。横で。ベーグルとか焼いていこうかな。あ、ベーグルとか。あ、いいね。だったら作れる。ビーグル焼いてみる。ビーグル。犬犬ビーグルは。ダメでしょうが。ホットドッグになったら。やった。サブまあまあ、この辺でいいけど。なるほどね。バルな、バル。はい。それいつだって9月の末ですね。9月の末ね、はい、あ、まだあの暑い時期だね、はい、夏で募集期間っていうのがあるんでしょ、はい、うん、募集期間今から今こう決定したばっかなので、はい、もう三津浜での方にご連絡ください。行ったら大丈夫、はい、じゃあ連絡先ちょっとね、この、はい、あ、そうだ、ここ今ですね、ここだ、ね、三津浜まで、はい、お願いしたいと思います、はい、なるほど、はい、今回のその2人でね、街歩きしたの大体何時間ぐらいかけて歩いたんですか？3時間ぐらい、はい、でもたっぷりなんかもあるね。なるほど。ナンパされなかった、大丈夫だった？あ、大丈夫だった。ナンパされたら大変。いやいや、まあね、そういう勇気のある男性が絶対に強いんだよね。ね、俺だったらすぐだよ。見かけたら逃げなきゃ。まあ、そんなことはいいよ。うん、ね、ということでね、今回その三津浜のね魅力をね伝えていただいたということで、行くよ、ね、バルの方にもね、絶対行っちゃう。頑張っていい企画をね、ちょっと立ててみてください。はい。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。フォーチュンテイラー内田の運勢鑑定、楽しみ。はい、先生今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、ジャイアンツさんが復活ということですね。はい、お待たせしておりました。先ほどもちょっと冗談で言ってましたけど、はい、NHK の本当に教育番組を放送したような今日違いますよ。今日はもうバラエティ番組式、ね、そういう形でね、どん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 バンバーンと突っ込んでいっていただいたらなと、はい、そんな感じで思いますが、はい、前回がね、相性のことについて前回から始まったんですが、はい、これしばらく話させていただくと思ったらね、何回収録せないかんのやろかと思うぐらい、あら、そんなに、そのぐらいね、うん、要するになぜなぜっていうのがね、うん、心当たりから本格的なものが出てまいりますのでね、うん、もしそういう中においてそのなぜというね、疑問がふーっとよぎった時なんかには遠慮なくお三人が代表してですね、うん、はい、一視聴者になったつもりでですね、質問なり、やぶからぼれにそれ聞きますかみたいなことでも構いませんからね、はい、そんな感じで、はい、進んでいきたいなと思いますが、はい、前回そういう形で、まあ、相性のことについてね、はい、木星、火星、土星、金星、水星とこの5つの星、うん、5行って言うんですけど、はい、これがこういう形で回っとんですよ、うん、いうような形で、それのこういう図をね、はい、お見せしましたですね、綺麗、はい、に図を作っていただきましたよね、はい、これはこう見ていただいたら分かるようにね、はい、前回もね綺麗に外回りがありました、はい、うん、
したら、中にこういうふうにね直線でこう結んでる線を、うん作ってくれてましたが、はい、これどういうことかって言ったらこれ一つ飛んでませんか、うん、飛んでますね、うん、でこれ隣り合わせに1トンですね、はい、これは一つ飛んでるんです、はい、でこっち一つ飛んでここに来てこういう形で行ってますね、はい、じゃあこれどういうことかって言いますと、はい、木星から一つ飛びますと土星に飛んどんです、うん、じゃあ木星は木ですよね、はい、土に根を張りますよね、はい、土が持ってるものを吸い上げませんか、はい、ということでこれ相克と言うて相性は悪いですよとこうなってくる、うん、吸い上げちゃうから吸い上げちゃいますね取られてしまうわけです。なるほど。さあこれはどちらがどちらに悪いかっていうことで言うと、うんうん、木星の悟空さんと私が土星のジャイアント君に根を張ってるんですよと、うんうんはい、おいおいジャイアント君の持ってる養分を私たちは吸い上げてるんですよと、そうね、こういうふうに思っていただいて、ね、いいことじゃないですか。だから私たちにはいいんですね。したらね、今ね、グッドタイミングのツッコミなんですが、はいはいはい、そのことなんかを多分次回以降にお話しそうと思うんですが、はい、普通例えば占いとかね、何か言った時に相性がいいですよ悪いですよって、うん、終わっちゃうじゃないですか、うん、じゃあ相性が良かったら直いようにするためにどうしたらいいか、うん、で今みたいに悪い時に、うん、となった時にどうするかだとかいうのもがね、うん、おいおいこれから先に話を進めるんですが、うん、じゃあその次に、うん、土は一つ飛んだら、はい、木か土金水ですから水星に行くんです、はい、ルンルンさんとこ行くんですよ、はい、ね、っていうことは土は水をですよせき止めたり濁したりしませんか。あしますな、ね、清らかな水を濁しちゃう。あらら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 。あら道悪いやつだね。違うでしょ。だけど水もある意味考えるとはどっかでこのせき止めて一つダム作ったりとかせんことには、うん、っていうような部分である意味いいとこが出てくるかもわからないですね。せき止めてもらわなくちゃいけないかもしれない。反乱を止めるんですよ。そうですね。またこれ水星行きました。はい、水星が今度一つ飛ぶと、うんうん、木を飛んで火の火の方に行くんですね。うんうん、火星の方に。うんうん、っていうことは火が燃え盛って頑張りましょうと思うように水を差しちゃうわけなんですね。なるほどなるほど。ねだとこれが本当の火事だったら水かけて鎮火させてもらうのは困るんだけどというようなことが起きてきますけどね、うん、で今度この火星は土星を一つ飛んで金に行くわけです、はい、ね、どういうことかって言ったら溶かしちゃう、あ、うん、火でね、うん、だと溶かせなかったら加工物はできてこないというようなことがあったりする。そのことについてはこれから先の収録でまた言いますけどね、うん、ってことはこの金星は一つ飛ぶと木星に行く、はい、うん、要するに木を傷つけちゃうわけですね。金属、金型、いろんなものになってきたものが、こういう形で一つ飛ぶと相性が悪い。これを前回相克という形でのお話しましたよね。でその相克というのが書いてます、はい、うん、悪い影響を与えるものと与えられるものの関係を相克というんですよと、こういうことですね。だから木星が土星に根を生やすということは、悪いのはこちらが与えよ、うん、だから被害受けるのはこちらが多いんです。まあでも悪いっていうかね、こうなんか必要だからそういうことなんですよ本当はね、だけどそれを自然界の方簡単に考えていったらそういうことなのね、今言われたように必要性のことはそういうことですよ、だから前回に実は相性の悪い者同士はこういう形でいったらうまくいくんですよとかいうのをね、雑談の中でしたことがありますでしょ。今悟空さんがツッコミ入れてきようとか、そこの部分、それはちょっと次回以降で話の方を続けてまいりたいと思います。ますけど、これで相性がいいのが相性という形で前回話した相克が終わりましたね、もう一つ重要なのがある。何ですか、何だと思います、何だ、これちょっとピーと来てほしいんです、なぜか、何だろう、ということは自分と同じ星の人は一体どうなんだろう、ね、そうだよね、ですよね、そりゃそうだ、ね、特に土星なんかは3パターンあるんです、うん、あ、そうですよ、ね、木星は2パターン、ね、水星は1つですけど、じゃあ私と同じ人はどうなの、同級生の7割8割は同じじゃないですか。そうなりますわね、当然だから、ね、うん、だこれを実は比和というんです、比べるという字、比較の比、うんうん、それに和、平和の和ですね、はい、これで比和というんですが、これは総称についていい影響を与え合うんです、うん、ただ総称ほどではないんです、うん、けど相性はいいんだ、うん、いいんですね、どっちに行くのかなって微妙なんですね、うん、例えばこれよく私がいろんな形で自分の生徒さんやお弟子さんなんかにもよく言うんですけどね、うん、人間っていうのはね3、4、3に分かれとんですよ、うん、
3、4、そう、例えばここに A という食べ物があるとしましょうよ、はい、食べ物でさ美味しいよって言うと絶対的にうまいっていう人は間違いなく3人おるんですよ、うん、どんなうまい言うても絶対的に否定する人が3はおるんですよ。うん、問題はこの4が取れるか取れんかでお店の繁栄って、だから3だけだったら困るじゃない、うん、あ、そろそろっていうね、そういう形でこの4の部分に当てはまるのが秘話だと思ってもらったら、どっち行くか分からんのですよ。その代わりこれ何が影響してるか、個人個人が持ってる運勢がまともに影響してくる。この同じ星土星から土星だけではこれはいいんですよ、うん、なのにうまいこといかん同級生を今日おったなとかって思い出してみてもろたらね、それは個々が持ってる運勢が影響してくる、うん、ね、うん、だけどこれ面白いのがね、星によったら、うん、土星と金星の子が同級生の星っていうのがあるんです。ありますよね、うんうん、ありますよね、うん、そしたら私たちは四緑ですけど、四緑と三碧が同級生っていう、はい、もう全員私の同級生は全員木星なんですからね。だけど土星と金星が同級生やうたらね、仲のええのが多くなるんですよ。だそうでしょ、土星金星隣同士じゃないですか。そこへ持ってきて土星は秘話で相性がいいわけでしょ。そやけどこのですね、土星と一パクが同級生がおるんですよ。前の、ね、一つ前がそうなってきた場合に、僕なんかそういうことですな、うん、そうですか、そうです、なるほどね。だからあのそういうふうな形、年号で言えば、うん、近いところでね、この多分市長の方なんか多いんだったら37年と8年が言うたら、うん、37年の土星の方と38年の一パクが重なってる方がおるんですよ、うんうん、悪いです、ね、悪いんだ、悪いんですか、飛んどるから。ああ、そうなんですね、うん、それを言うたら、僕は本当よ、会わんしとこおったじゃあ言うてね、あのご相談にお見えになったりする方の中においでます。だからこの秘話というのはそういう形に影響が出てくるという組み合わせだと思っていただいて、ね、この3つです。相性がいい相性と、ね、ちょっと影響し合う、その悪い影響し合う相克とこの秘話、この3つのことについてまた次回以降ですね、はい、もっとこれが、だってこれだけで終わったらどうですか。そうそうそう、さっきから聞きたいこと他に ねいっぱいあったからでしょ、ね、だから前回のね、いざどんだけハードル上げてるんですかって言ったら、これハードル上げてるとこは地下掘ってるみたいなもんじゃないですかね。これどうよとか ねだからこれを、はい、もう少し分かりやすく、なぜっていうもののね、疑問をパッと取り除けるような形で実践に即した話に持っていくけど、この3つをとにかく覚えておいてくださいよ。はい、わかりました、ね、こういう形ここまでよろしいでしょうかね。はい、はい、わかりました、どうもありがとうございました。はい、どうもでした。はい、どうも、はい、失礼します。Facebook の友達に会いたいのコーナー、会いたーい。はい、ということでね、うん、今回は前回の三上真理子さんのご紹介で片山千秋さんに来ていただいてます。それでは早速お呼びしたいと思います、うん、はい、じゃーん、チャ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 ラチャチャー、はい、はい、ようこそ、はい、ようこそ。はい、ではちょっとまず最初に自己紹介からお願いできますか。はい、動物看護師をしながらフェルト作家をしてます、片山千秋です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。動物看護師をしながら、フェルト作家全然つながらないんですけども、はい、ね、普段はお仕事をしながら、はい、お昼休みに作品を作って、あ、すごい、そうなの、休日にイベントに参加してます。じゃあ普段は動物看護師さんをされてるということですね。そうなんだね。なるほどね。そのフェルト作家っていうのはいつ頃からされてるんですか。そうですね、初めて今1年と数ヶ月ぐらい。ないなんだ、はい、なんかきっかけがあったんですか。それなんかワンちゃんの毛触ってたら、ね、あ、これなんか使えるなみたいなそんな感じですか。そうですね、あのうちのワンちゃんがちょっとふわふわの毛の長い子なんですけど、はい、そうなんですか。もうなんか触ってるうちに毛玉とかができてきて、もうできるよね、その毛玉を編んで違うでなんか作れるとか思ったの。シゲ屋さんで売ってるフェルトの元と似てるなと思って。あ、なるほど。え、本当にきっかけはそこにあったんですか。そうですね、すごいね。どんなとこにきっかけがあるかわかんないね。本当だ。え、フェルトって僕よくそういうの知らないんですけど、どう
ういうものなんですか？そうですね、私がやってるのはニードルフェルト。ニードルフェルト、はい、どうなの？わかんないです。ふわの綿みたいな材料に針を刺していって形を固めていく、固めていく、刺していってで固まるんですか？はい、だんだん毛が絡まって絡まって、ね、あ、なるほど。あ、本当にそのワンちゃんの毛玉みたいなもんだ言ったら、はい、あんな感じになっていくってこと？どんな感じのものなんですか？ちょっと物になると分かんない、あ、あるんだね、ちゃんと。はい、フェルトでボタンを作ってます。あ、ボタンだ、はい、あ、本当だ、ボタンだ、ボタンですね、これ。なんでボタンなのこれ、ね、私、ボタンのモチーフがすごく好きで、あれ、そういえばそこに髪の毛についてる、あ、本当だ、こっちから全然見えなかったよ。あ、本当だ、ね、かわいい。こう集めるのが好きで、はい、プラスチックのボタンをいっぱい集めてたんですけど、はいはいはい、私もそうだね。前にもいたよ。前にもね、ボタンでね、私譲ってあげたの。ああ、そうだよね、そうだよ、そうだよ、はいはい、だんだん大きいボタンが欲しくなっていて、どこ探してもないよね。でもないから、ちょっとでかいでしょ。ちょっとこれつけぬくいな、これ。これジャイアント、もうジャイアント君でもこれでは、はい、おい、作ってます。ボタンだ、ね、ボタン、これこんなのな、どんな服につけんだよこれ。私がこのモモコモコっていう名前で出店してるんですけど、モモコモコ、モモコモコって、モコモコっていう感じで、モコモコしてるからね、はい、看板にしてます。あ、これ看板代わりなんだ。これ柔らかいね。こっちはちょっとこうしっかりした感じだけど、ね、こっちはあの洋服とかにもつけるものなので、うん、固めにしっかりと。ピザ風な感じだねこれね。そうですね。フリースみたいな、フリースみたいな。ねえ、すごい。こんなふわふわ、これも FM カレー作ってんのこれ。5日間針を入れて。そうよね。この大きさ作ろうと思ったら結構な時間かかるよ。もしかしてストレス解消になってる。ああ、そうだね。結構楽しいですよ。自分でこう。やったらもっと硬くなってくるんですかこれって。そうですね、刺せば刺すほど硬くなるので、私が作ったらカチカチの。いやー、そうやね、ルンルンの怨念が入るからね、怨念がうーって。確かにこれね、いい、ハンドルみたいだね。あ、本当だよ、ハンドルみたい。私も作ってる途中に座布団にだんだん見えてきて、結構敷いてみたりしてた。使ってんだ、ちゃんと。顔より大きい。これが最大の作品なの、やっぱ大きさ的には。もっと大きいのできる。頑張れば作れ、でも作りたくないです。もうこれでもう、いや、あのね、ハンドルのね、うん、カバーにこういうのが欲しいって。ああ、いるよね、モコモコしてるやつね。いいよね、肌触り。作りながら触ってね、癒される。ちょっとボタンしか作らないんですか？あと国旗のモチーフも作ってるんですけど。国旗のモチーフ、あ、それもあるんだ、ちょっと見せてください。痛い痛い。国旗はネックレスを、ネックレス、こう小さい、あ、これはイギリス国旗なのかな、これね、イギリスになります。イタリアと、イタリアだ、あ、ね、そうだそうだ、うん、で、うん、とフランス、フランスだね。あ、うん、すごい色の組み合わせだ、可愛い、あ、すごい、うん、かわいい、いや、可愛いじゃんこれ。これフェルトでできてるんですね。そうですね、すごい。フェルトで作った土台を金具に貼り付けて、へ、うん、で、こういう形にしてんだ、はい。これはまた国旗にこだわったのは何なんですか？国旗は最初羊毛始めた時に全然うまく作れなくて、うん、で国旗みたいな四角だったら作れるかなと思って練習を始めたのか。作りやすいんですかやっぱり四角の方が。そうですね、私球体を作るのがすごく苦手で、うん、最初はもう平面的な、平面で四角の単純な形でっていうことで国旗絵本を買ってきて、でそれ見ながらこうやってみようと、はい、これ色に組み合わせてる部分っていうのはひっついてるってことこれ。そうですね、土台を作ってから上に他の色を重ねて、あ、そういうことなんだ。叩いていってます。それもこう針で刺す、植え付けていく感じ。そうですね、なるほどね。何気に持って帰ろうとしてる。本当だよ、誰だよ、ロンロンかと思ってたら。あら、そう、すごいすごい、面白い。じゃあこれを仕事の合間に。これは何か販売とかしてるんですか？そうですね、あの、ソーラクイチっていうグループに入ってるんですけど、ソーラクイチ、どこでやってる？そうですね、あの、いろんな会場でされてるんですけど、基本的には毎月最初の火曜日と水曜日に、はい、古川にある F マルシェで。もう F マルシェね、最近できたとこだ。そうですね、あの、ワークショップをメインでやってるんですけども、その作品販売したり、私もお仕事の日とかはちょっと委託ドミノ参加になるんですけど、作品はそこに出してるんだ、はい、あ、そうなんだね。
あと夜は土曜夜市に参加する予定です。土曜夜市とかも出てるんだ。はい、その総楽市のメンバーで週替わりで。なるほどね。大体何人ぐらいのグループなんですか。そうですね。その大体イベントに来るのは10人前後の作家さんなんですけども、全体で言うと、そうですね、20人ぐらいいるんじゃないですか。あ、結構ね、いらっしゃるんですね。でももう少人数で場所を借りてやってるんですけども、なかなか単独でできないですもんね。そうですね。コーヒーを飲んだりワイワイしながら、おしゃべりしながら、イベントしてるんですけども。なるほどね。まあこう趣味を兼ねてって感じなんですかね。そうですね。いいな、こういう楽しみながらってね。家に帰ってやるんじゃなくて、昼休みにやってます。面白い。すごい面白い。それがいいよね。それもありなんですね。そうですね。また動物病院って昼休み長いんですよね、結構ね。そうですね。そうなんだよ。午後は2時からとか。そうそうだよね。だからね、ちょうどいいですよね、これやると。足りなくなったらワンちゃん。そう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 。ちょっとむしっといてね、これ。いや、偉いこと偉いこと。それが目的だねとか。いやいや、材料が抜け毛だから。抜くんじゃない。そうだ、抜け毛だから。ワンちゃんも喜ぶ。この時期暑いから。あ、そうだね、ちょうどいいわ。いいね。でもちょっとパッパとつけると急に私もナチュラルな感じ。そうだね、こういうモチーフ一つでね。本当だね。似合う。これ、ちょっとつけてみてよ。ちょっとなんか襟とかにつけるとかわいいかもね。襟つけるとかね、かわいいよね。襟とかつける。ダメなの。コメントしづらいな。本当に。ああ、そう、2つつけてね。2つつけて。急におしゃれにね。今日の色とよく合いますね。ちょっとアホっぽいけどね。ちょっとなんか翔太郎くんみたいな感じ。やっぱ大きいのとちっちゃいの2つつけると。ああ、そうか、組み合わせだ。そうですね。2個付けがすごく変わる。どんどんアホっぽくなる。どんどんアホっぽくなる。なんかまあまあいいや。そうですか。可愛らしい。すみません、もう冗談ばかり言っちゃって時間があっという間に過ぎてしまいました。あれ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 。そろそろね、次のお友達をね、紹介してもらわないといけなくなった。全然プライベートなこと話してないじゃん。次のお友達、どなたかご紹介いただきたいんですが。いいですか。誰ですか。はい。次はしつけインストラクターをしてます鳥海和樹さんを。鳥海和樹さん。はい。はい。じゃ、もう一回ですね、再確認の意味でちょっとご連絡していただいてよろしいですか。はい、じゃあお願いします。お願いします。いかがだったですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。じゃあ次回は鳥海和樹さんですね。動物つながりだね。そうですね。はい。じゃあ今日のね、Facebook のゲスト、片山千秋さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アートマのコーナー。はい、ということで今回はですね、画家の菅貴美子さんに、いらしていただきました。ようこそ。はい、ようこそ。まずはじゃあちょっとね、こちらのカメラに向かって、自己紹介の方お願いいたします。菅貴美子です。フランスで作品を制作してましたんですけど、最近日本に帰るようになりまして、日本とフランスを送りながら絵を描いておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。フランスに行ってらっしゃったんですね。はい。はあ、いつ頃からフランスの方で活動、その作家活動ってされてたんですか。1988年にサロンでザ・フランスと言いまして、はい、サロン店の絵画部門に初入社しまして、1989年にサロン・ドートンヌの絵画部門に初入社しまして、そしてもう本格的に、はい、作品の勉強しようと思ってフランスに渡仏することになりました。もう1988年って、まあ、約25年ぐらい前ですよね、にフランスのに渡られて、まあ、そういうその作家活動で、それではその頃もまだはい、その前も当然日本でもあるわけですよね。歯医者の開業してましたんで、はい、歯医者さんだったんですね。昔以前は、はい、1988年にそのサロンに初入社したことによって、はい、もう歯科医を閉めて。なるほど。その歯医者さんを閉めて入選っていうのは、その どんな賞なんですか。ほら、もうちょっと分かんないですからね。はい、サロンでダルティスフランセというのは、300年前に観点として開催された展覧会で、はい、
それに対するダイヤ団体として、はい、20世紀の初頭にそれに対する反対派の中小団体として、はい、サロン・ド・ゾーヌが開催されまして、はい、その2つがフランスを代表する大体大きな展覧会なんで、あ、そうなんですね。それに初の出したんで、あ、これはもう歯医者やってらないと思ってやってられない。歯医者やめてまでって言ったらよっぽど、まあでもそれ、それ、うん、東子の時から作品を書くのが好きでして、歯科医になろうか画家になるかと思ったんですけど、あ、それぐらいだったんですね、もともと。でそのフランスに行かれた時、これちょっと写真がね、うん、ありますけれども、ね、もちろんね、どうも、はい、これがフランス学フィンの中心書記のドートリーブです。ドートリーブさん、うん、はい、はい、先生、先生なんですね。先生です、私の絵の先生です。はい、それで私はこの詩のもとに大体それから12年間、はい、1991年間の12年間を、はい、はい、詩の勉強をしました。詩の勉強してきました。はい、先生の書き方っていうのはこういう書き方を勉強したんですけれど、こちらね、そうですね、こちらの絵とかですね。これもやっぱりフランスに行かれてる時に書かれた作品なんですか。そうです。あ、書きながら詩がここはこのようにしたりとか、あのようにしたりっていうふうに私に指導してくれましたんで、その勉強をしました。はい、それでこれはどういう絵かと言いますと、はい、うん、一つの対象を光と影によって分割して、はい、それを違う色彩で、うん、あ、色彩サイドとサイドと明度を同じサイドと明度にして描いたので、うん、これを白黒に直しますと、はい、風景と同じような感じの光と影になるんです。そんなような指導をしていたそういう書き方で勉強させていただきました。明るさのその度合いによってそれを単純にその例えば普通に白と黒にするんじゃなくて、うん、いろんな別の色にしていくっていうやり方なんですね。そうです。ずっとそれから継続して、はい、現在も風景は風景で描いてまして、はい、それと別にこの抽象画の方を自分の、はい、抽象画というのはこちらですかね。すごい素敵。そうです、はい、こちらですね、はい、完全に抽象画ですよね。も完全に抽象画の方がいいと思うので、はい、ね、その抽象画と こっちの絵とはまた別のものなので、これは どういう表現なんですか。なんものなんですか。最初は光と影を水面の水面をキラキラだ水面ですか描いてましたんですけど、色彩がすごいね、綺麗ですよね。色彩の研究と言いまして、うん、例えば、まあ、これはちょっと分かりにくいけど、はい、この色とこの色で光ができるか、色彩で光ができるっていうことで、はい、それは大体の他にも全部そうなんですけど、はい、写真とか、はい、他の方が見学に来てた時に、はい、まあ、他の人たちの展覧会よりはそのサイドがすごく明るいサイドと明度がすごいちょっと違うって、はい、言ってくださったりするので、そういう研究をの最中なんですが、はい、今もう研究してる最中なんですか。そうです。最近は展覧会っていうのはちょっと離れまして、はい、フランスからこっちの方がこちらと言いまして、北条の方でやってらっしゃるんですね、はい、生活していることが多いので、はいはい、そちらではちょっとフランスの展覧会に出すのが煩雑なので、はい、今はちょっと展覧会は今仮に前から休憩してますが、またそのうちまたフランスの方でね、自分が乗りましたら、はい、それもサロンの会員になりまして、サロンで活躍してましたので、はい、サロンにまた出展しようというような出品しようと考えております、はい、なるほど。おー、すごいですね。すごいな。今はじゃあもうほとんどこの松山を主体に活動してらっしゃる感じですか。そうです、はい、っていうのがどういうことかと言いますと、はい、フランスで制作した作品を日本に、はい、運び出すことがちょっと大変なのでっていうのが、私フランスの方で制作を持ってまして、はい、フランス在住でフランスのその専門的な画家なので、はい、そのいろいろとその税金はフランスの方に払ってましたんで、現在もフランスの方にその絵のことでアトリエがありまして、その作品のことに関してはフランスの方に届け出しておりますので、そのように考えております。ああ、なるほど、なるほど。この、まあ、松山の方でも展覧会とか開いてらっしゃるんですか。はい、展覧会はこちらで
で、はい、作成したもので、はい、展覧会をさせていただいているので、はい、大体県立美術館だとか、はい、他の、 あの個人の画廊とか、はい、そういうところで発表させていただいております。そうですか。それとあのそのためにあの作品を制作しないといけないということが、はい、あのなんていうか一生懸命頑張らなければいけないというような、はい、自分を刺激する意味においてっていうこともありますし、はい、あの少しずつでもあの見学していただきたいなと思って、はい、おります。すごい、やっぱり常にこうね進化を、ね、そうですよね、志されてということですよね。まあ本当ね、菅さんのようなそのねフランスとこの日本でね、あの活躍されてらっしゃるようなね作家さんもいらっしゃるということでね、今でも叶うならばフランスで、そうですよ、まあまあでも将来ねまた行こうというふうにね、うん、あるんですもん、うん、私はそのままあのフランスのサルブルスにある大きなアトリエをそのままにしてる、はい、いいですね、大きなアトリエをそのままにそのままにしてるっていうのはね、はい、やっぱりあの向こうでまた絵描き描きたいなと思ってますので、はい、だいたいフランスの方にいるとフランスの風景が多いんですけれど、はい、サルブルスというのがサロヌ地方という地方になりまして、はい、サロヌ地方美術館というところに私のそのシャトーの絵をの105の P っていうのを飾っていただいております、はい、あ、そうですか。まあ、愛媛県美術館でも菅さんの作品って時々拝見することが可能なわけですよね。うん、ありがとうございます。はい、もうあのこのね菅きみこさんに注目していただいてですね。そうですね、うん、知りませんでしたね、まさか愛媛にこんな立派な方が菅さんがいらっしゃるとは。立派ではないのです、私は。いや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 、あのまたね、今後ね、お見せになるかもしれない。そうですね、はい、ぜひね、またね、見ていただいたらなというふうに思います。そうですね、はい、うん、今日は本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、どうも。はい、大海道ラジオ第35回いかがだったでしょうか、うん、どうでしたか。今日もね、個性的なお客様がいっぱい、ね、ゲストの方いらっしゃって、はい、ございますな、はい、画家の方なんてね、うん、本当に今までのアーティストさんとはまたちょっと、うん、ちょっと違う感じで、うん、画家っていうか、まあ、本当にその、うん、この世界でねやってるから、うん、まあ、そんなにあのお話が上手なわけではないけども、うん、まあそこはね、うん、別にいいけど、まあでもね、こういろんな経験されてきてるんだなっていうのね、知らない世界のね、本当に裏話もいっぱい聞けたりして、ね、面白かったですよ、うん、でまた、うん、今日は可愛いゲストが立ちたね、 あの2人可愛い、俺絶対三つ浜行くからね、もうあのバルバル祭りだったっけ、うん、あれ行くよ、うん、俺は、ね、で片山千秋さんもね、あれも可愛い人、ね、あ、そうだね、ほんとほんと、あのボタンね、ユニークだね、右は、はい、ということで、うん、次回ね、またどんなゲストがやってくるんでしょうか、うん、ね、今回じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。次回お会いしましょう。はい、またねー。